テレビアニメ金装のベルメイユ特別ウェブ番組オルティギア魔法学院秘密の放課後勉強会3軒目最終話直前スペシャル、よいしょ。皆さんこんにちは、アルトゴールドフィルド役の広瀬優也です。皆さんこんにちは、ベルメイ役の北真彩です。皆さんこんにちは、リリアクーデルフェイト役の倉持若菜です。この番組は現在放送中のテレビアニメ金装のベルメイユの魅力をたっぷりとお届けする特別番組になっております。はい、ということで、うんうん、さっき俺たちが聞いてしまったんだが、はい、今回が、うん、まあ、一旦ね最終回らしいぞ。すごーい、またやりたい、やりたい、やりたい、やりたい。みんなもっと見てくれたらね、もっと皆さんの視聴者の方が確かにって言ってくれたらもしかしたらできるかもしれない。確かに、ね、お声が大事かもしれません。そう、コメントにいっぱい書いてください、うん、書いてください、お願いします。最後までね、みんなで盛り上げていきたいと思います。はい、お願いします。ということで早速ですね、うん、最初のコーナーに行きましょう。はい、紹介のベルメイユ、作品の魅力を我々がたっぷりとお知らせするコーナーですが、うん、今回はですね最終話直前ということで今までの内容を振り返りつつ、うん、さらにですね最終話のオンエアを盛り上げていけたらと思います。これから トピックスをねちょっといくつか出していきますので、はい、それについていろいろとお話しできればと思います。お願いします。まず、うん、クリス決闘からのオブシディアン先生の事件。オブシディアンの先生の、オブシディアン先生の事件それが正解、うん、ということで、まあ最初のね山までもありましたクリスとの決闘、そうだね、かっこよかったですね、バトルシーンね、かっこよかった、ベンメイさんと共闘してそうなんとか勝ちましたね。かっこよかったですね、クリスタルが動くね、最後のこのってなるで勝つっていうね、うん、強かったからの周りに危ない人が多すぎるっていうのはある。そうなんですよね、近いとこにいたな、ね、確かに、うん、オブシディアン先生がね、うん、ちょっとそうやっぱり優しい先生ではなかったね、やっぱりっていう、なんかもう声から出てますね、いろいろとあんな優しい先生いないのよ、やっぱり、ね、でも本当結構オブシディアン先生の事件ってえぐかったじゃない、なんかそうね、ちょっともう怖いからね、危ないの怖い早くやっつけてほしかった、うん、本当ですよね。ちょっとそこでねベルメイさんがグッとやられてしまって、ね、本当にうわーってなっちゃいましたな。しんどいシーンでございましたよ、ね、でもそれがあって、まあちょっとねアルトとベルメイはちょっとなんか違った絆というかね、絆、うん、が生まれました、はい、生まれましたっていう、まあ、ちょっと大事件の2つでございますけども、うん、はい、続いてこれもいいね、リリアのお色気シーンこれはこの番組というかね作品には欠かせない、そうですね、いかがですか、リリアを演じていてずっと、ね、いろいろね、なんかもうストレス発散じゃないですけど、こんだけ声出せる環境ってなかなかないと言いますか、なるほど、そうね、透明な薬作ってんだもんね、すごい技術がすごいんだよね、なんかリリアって可愛い時と、うん、そのもう本当自分の欲望に忠実な時の差がすごいじゃない、すごいですね、あれが一種魅力だよね本当に、あ確かにそうですね、彼女の良さでもありって感じですよね、そう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 、なんか普段あの結構アルトに対して、うん、アルトってなってるけど、うん、でも第5話であのリリアがあんたも脱ぎなさいよって言って、うん、アルト君にガシッと手伝わせたんですけど、そのシーンでキャーってなんないんだみたいなえどういうこと、確かにいつもなんなの、ね、いつもあーってなってるのに、触れただけであーってなるのにね、そうなんですよ、しかも恋人つなぎだったのに、確かに、うん、もう脱げっていう感じでリリア図書室で勉強だよっていう、そうなんです、リリアそこは興奮しないんだみたいな思いましたね、そうだね、アルトの部屋の鍵も持ってるし、え怖いよな、怖いのよ、怖すぎる、すごいよな、愛なのか何なのか、ちょっとどう超え、どう超えすぎて、だって男子寮室に透明の薬使って全裸で忍び込んでさ、合鍵で入ってさみたいな、あのハート飛んだ感じピンポーンが逆だったらやばいよね、そう男女が逆だったらやばい、女でもやばいけど、女もやばいちょっとリリアさんの愛がね、ちょっと方向がね、ちょっと違った感じでアプローチしてますよね、お色気なのかボケなのかよくわかんないんだけども最高だということはわかる、最高のシーンでしたね、っていうシーンのそのテンション高いところから打って変わって、
まあ、ベルメイさんの過去ね。過去きつかったね。これはきつかったね。実際ね、アフレコはまあ結構前になりますけども、どうでした？やっぱり改めてね、あれ演じてみて。いやもうベルメイはそこまでって、うん、まあ、いろんな感情が波になって、うん、あの落ち込むシーンもあったし、うん、いろいろね、そのなんかお色気シーンもあったけど、はい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 、あの11話はずっとなんか結構ずっときつかったかなみたいな。そうだ、ね、幸せな部分からの落差がまた激しくて、いやでもやっとあそこでみんなこう、うん、例えばエンディングだったりオープニングの謎とつながったと思うから、うん、そこはでもここまで見てくれた人へついにこう伝えられた真実みたいな。そうだね、なんで本に封印されてたんだろうとかね、なんでこういうことがあったんだろうみたいな、うん、特に明かしてくれなかったから、うん、ベルメイさんは、うん、まああれは明かせないしね。そうですよね。私さっき休憩中に原作読み返してたら、うん、そのベルメイさんのシーンでちょっと泣きそうになったね、うん、きつみたいな。きついよ ね、 そうですね。みんな仲間たちもねいたんだけど、うん、みんながっていうね、うん、なんかそこがあるから幸せになってほしいなって思う気持ちもより生まれるというか、う、ね、アルトの目線でも守るぞみたいな、ね、うんうんうん、強く思えるっていう。あれアルト見てるもんね。そう、全てをこう知った中でやっぱねベルメイさんを、ね、いや守れるっていう、やっぱあれを言えるアルトもね、かっこいいよ。アルトかっこいいんだよ。本当に1話から、ね、うん、見てくださった方は思うんですけど、うん、だいぶ男らしくなったというかね。だいぶなったね、うん、ベルメイさんとの関係はもちろん進展はしてるんですけども、うん、リリアとの差がどんどんついていく一方だね。リリア頑張ってるんだけどね。リリア11話にいなかった。どう？いなかったの。交番表見たんだけどいなかったの。リリアが。俺いないぞ。でもすごい良かったみたいな。12話に大逆転はあるのか。いやもう期待していて。リリアどんでん返しはあるのか。うんうん、はい。とちょっと今もう話も出てたんですけど、うん、まあ、さっき言ったアルトとベルメイのキスからの気持ちの変化についてみたいなのもあるんですけど、キスの種類というかね、種類、ね、確かにキスの種類なんてあるの、ね、いや俺は自分で言っててなんか恥ずかしかった。真面目に種類というかね、ちょっと説明して。いや今まではやっぱこう召喚して何見てる、俺のスリッパで興奮してどっか行った。あ、こっちこっちこっち。何それ。今まではやっぱ魔力供給っていうのがあくまで、あ、そうだね、そう大事で、うん、正直あるともそのオブシディアン先生に相談するぐらい、うんうん、悩んでたんだけど、あれは恋愛じゃないもんねみたいな、うん、向こうが生きるためにだもんな、うん、みたいな、そうですよね、何なんだ本当はどうなのみたいなのところからこういろんな過去を知り知って知って、うん、あれもう魔力吸われてないとか、あれアルトから逆にちょっとキスしたりとか、もうね、少女漫画みたいにね、なんかドキドキしちゃう。そう、ちょっと 女性が見てもこれキュンですよね。いや、キュンですよ。アルト君ってあれただの年下じゃなかったのみたいな、おかしくなっちゃってもうかっこいいね。ね、なんか本当にベルメイとアルトがなんかこう、うん、見てるこっちがさっきキャーってしたけど、そういうシーンがなんか ね、 いやいいね、いい意味でなんかまた違うういういしさが出てきてるね、キュンするよね、キュンキュンなシーンが盛りだくさんですけども、ねえ、やっぱいいね、最高だったんですね。掃除最高でしたね。いや、いいな。はい、で、まあ、11話ですけども、はい、まあ、ベルメイの過去回想から、うん、まあ、今話題で出たキスで終わって、まあ、これから最後どうなるのと、はい、12話どういくのというところなんですけども、うん、まあ、ちょっとお二人にね、気になる12話の見どころなんかも聞きたいんですけども、はい、前田さんどうですかね、まあ、12話、まあ、最終回に12話は、うん、あれからどうなるかっていうね、あれがあった上で、うん、まあ、11話のいろいろ過去回想があって12話ではもう最後まで見てくれた人への本当ご褒美の感じになると思う。おお、なんかポジティブな、ポジティブな感じに言ってくれるというのは信じて見ててほしいなというか、やっぱその何ですかね、あんな辛い目にあって、うん、そのままではいかないよと、うん、のは、うん、言いたいかな。なるほど。モチはどう？いや、ベルメイさんのその辛い格好をこう、うん、アルト君がどう受け止めるかっていう、ね、すごいいいですよね。なんか、あ、成長したな。親戚のお母ちゃんになってる。アルト成長したね。アルト成長したね。
いやなんかドキドキがプラスされてるのっていいですよ ね、 ね、かっこいいシーンとかシリアスなシーンとかたくさんあったけど、うん、最終回って結構マックスにこうドキドキする部分とか、ね、アルト君のかっこいい男らしさのこと出てるなって思いますね、うんうんうん、ね、そうね、うん、最後はやっぱ強大な敵がね、やっぱ残ってますから、そうですね、その格好を知ってどうベルメイさんとアルトは立ち向かうのか、うんうんうん、そしてリリアはどこでそれを見ているのか、うん、どう活躍するのか、ねえ、うん、他のキャラクターも、ね、いますから、うんうん、そういう今までの、ね、全てを含めてちょっと楽しんでいただければ、ね、順位を、ね、最後までお付き合いいただければと思います、うん、はい、はい、ということでこれを見ていただいてね、最終話を楽しみに待っていただければと思います。以上、紹介のベルメイユのコーナーでした。続いてのコーナーはこちら、遊戯のベルメイユ。もうね、我々も何度もやってきましたけども、はい、今回も遊んでいくよということで、ね、アルトたちの通うオリティギア魔法学院では、はい、様々な試験や試練を乗り越えて生徒が成長していくということで、うんうん、我々も様々なゲームを通じて絆を深めていこうというコーナーです。はい、まあ、出張版を含めるとですね、もう4回目になって、うん、絆もだいぶ深まっているっていうはずよね、はずよね、うん、ということで今回我々が挑戦するゲームはこちら、金層の絆試験。何試験なの？ちょっと最終回にふさわしいんじゃないですか。そうですね、物語も進んでってますけども、我々もね、はい、イベントだったりこういう特別番組も何回も出てますから、うんうん、もう我々の人となりみたいなのもね、大丈夫でしょう。そう、もう知ってるんじゃないかなということで、ちょっと大事な、うん、大事な大事なゲームでございます、はい。本作では我々は学院生であり、もちろん試験があります。これまでの番組の集大成な意味でも、お互い同士の理解度を確かめる試験に挑戦していただきます。まあ、どんなゲームなのかといいますとですね、まず僕の前に箱があるんですけども、皆さんに一人ずつ順番にですね、出題者となっていただき、まあここから質問を聞くと、聞いたら、そのまあ例えばね、例みたいのがあるんだが、例えばじゃあ目玉焼きは何に何かけるみたいなお題が出ます、うんうん、俺が例えば聞きます、うん、はい、じゃあ俺はじゃあ何しようかなって、もうみんな見えないように、うんうん、まあ、じゃあ俺が仮に醤油って書いてあります、うん、はい、じゃあ2人は広瀬って目玉焼きに何かけるかな、もう分かるでしょ、うんうん、分かりますよ、すごい分かるよね、だよ、はい、ちなみに1回やってみようか、じゃあ、はい、せーのと言います、せーのなの、はい、俺が何かけるかな、目玉焼きに、オッケー、はい、よ、うん、せーの、醤油。おー、これはもう大丈夫だね。いけるいける。もうこれ今見ていただいて分かるね。もうね、これやらなくてもいいぐらい絆もあるわけだ、みたいな感じで、まあ、今回は、まあ、いいせーので言いましたけど、じゃあちょっと皆さんの横にね、あの、スケッチブックがありますので、これを書くのね。はい、こちらに予想して書いてもらうという。はい、はい、で、回答者、まあ、出題者の方と、うん、もう一致した場合は1ポイントずつ入りますよと、うん、はい、で最終的にポイントが高かった人が豪華商品、まあ我々いろいろメロンだったりね、なんかこう金層のスイーツ、金のスイーツ食べたりしましたけども、ちょっと今回ね、最終回ふさわしいんじゃない、なんだろうな、ででん、うわー、マジで、お肉3人前あって、すごい、高級お肉、しかも高級お肉って書いてあるから、いや、なんで、すごいよ、3人前、3人前、3人前っていうところになんかね、なんかありますね、感じちゃうよね、でも優勝した人だけがこれもらえるから、あー、頑張ろう、頑張りましょう、取っていきましょう、まあ、もうね、絆が深まってますから、いけるはずよ、じゃあどうしよう、じゃあまず私からやっていきますか、はい、せっかくですから、うん、でまず僕が出題者をやるので、はい、2人は俺が何と答えるかを当ててください、はい、聞いてきます、ドゥン、うん、あ、いいよ、これは見せていいのか、うん、オッケー、これむずいな、ついついやってしまう癖は何でしょう、むずい、いや、これむずいよ、めっちゃむずいな、これ癖ついついやってしまう癖か、これでもむずいね、まあ、例えばアフレコはまあね、3ヶ月ぐらい共にしましたよ、絞った方がいいの、でも俺でも俺でも分かんないんだけど、癖日常のやつとか知らんもんね、だってバスの移動の時、改札に降りる時とか知らんもんね、なんだ、じゃあアフレコにしましょうか、アフレコ、はい、アフレコの俺のやる癖、なるほど、あー、オッケーっすね、俺も分からないな、じゃあとりあえず
スタートみたいになりましょうかね。それでは私広瀬がアフレコの時についついやってしまう癖は何でしょうか、うん、では回答記入タイムスタート。ちょっとむずいな、俺もわかんないな、俺何やるんだろう。本人がわかんないやつ当てられる。アフレコの時の癖、何だろうな、まあ、スタジオの場所とかもありますからね。そうだね、まあ、我々がやったところはちょうど靴を脱ぐところでしたね。あとかあはははとかね、いろいろあるね。え、これ1個だけですよね。なんか2つぐらい書いたら難しい。あ、いい、じゃあそうしよっか。ちょっとこれ難しすぎるもんね。難しいかな、うんうん、でもみんな意外とペンは進んでる。うん、書けました。いやー、なんだろうな、合うかな。ちょっと俺いくつか書いたから、はい、あ、ちょっといくつか当てはまってくれると、うん、お、いけましたもん。いけました。ではまず私が、うん、あ、逆がいいか、俺は最後だか、はい、あ、じゃあまずはモッチからいこうか、はい、じゃあ俺のやる癖はなーに。スリッパ脱ぐ、背伸びする。おお、なるほどね。結構こうスリッパの現場だと自分が、スリッパの現場ね。だからスリッパ音鳴らないようにとか、はいはいはい、気にしてるのかなっていうのと、あと誰かわかんないですけど、誰かわかんないの。いや、やってた。背伸びしてこうアフレコ言い終わるまでにこう背をこう縮めるっていうか、方がいらして、もしかしたら広瀬さんかもって思って。やってるかもそれ。あ、本当ですか。でもそのってことは書いてないかい。あー、確かに、ね、やってるのかな、はい、まやさんどうですか。私いいですか、じゃあ出して、はい、うん、はい、まず靴下を脱ぐ。靴下を脱ぐ。あ、俺こんなあの入居者みたいなことしてた。え、なんかお疲れ様ですってやってた。ジョーラーアフレコしてた。ウィースみたいな。そうやろ。あ、でも確かに、いや確かにっていうのが欲しいんだけど、あ、やってた。上は脱ぎがちかも。着込まないっていうか、暑いから、暑がりだから、すぐこうめくったり半袖に、薄着でね、薄着にはするかもしれないわ。脱ぎたくてっていうところをアピール。俺靴下と T シャツ脱いでアフレコしてました。靴っていうか、やばくない、この現場。絆そう、絆かな。なんか脱いでた気がする。脱いでた。やばい、やばい。じゃあ正解、こんな感じ。まずスリッパ脱ぐは確かにそう。俺もうね、ダメなのよ、スリッパすぐ脱いじゃん、うん、その時はすぐ、はい、あと座り方かな、なんか落ち着きがないような気がする。こうやって座んないで、なんかこうやったりこうやったり、ずっとなんかフラ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 してるなってたまに思う。はい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 、あとはまあお願いしますを低い声で言う。お願いします。あ、お願いします。言ってるかな。やってたね。あ、やるかな。面白い。あとなんか笑うとかしゃべるとか。はいはい、ね、やってるね。テレビは確かにそうなんだ。言われてみたらみたいなね。ということで1個正解じゃない？スリッパを脱ぐがあるから、モッチと俺が、そう、当たった出題者もポイントゲット。やばいな。ほう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 、やったやった。1です。1、はい、ちゃんとやろう。どうすんの俺がそれさ、T シャツ脱ぐですだった場合。怖い。やばい。怖いよね。現場でジョーラ。やばいでしょ、あるかもしれない、ジョーラでやってたの。やばいな。しかも靴下も脱いでるところにより変態性を感じるよ。そうだね。違いますよ。はい、ジーパンだけで、うん。じゃあこんな感じですので、はい、じゃあちょっと次はまやさん行こうか。怖い。ちょっと今見た感じ意外とむずいんじゃないこれ。難しい気がする。ドン、はい、お次。はい。小学生の時になりたかった職業は。小学生か。ちょっとこれヒントは欲しいな。じゃあ。確かに広いね。まあやさんは今声優ですけども、小学生の時何になりたかったかな。私何習ってました。じゃあ習い事とか。習い事はなんかバドミントンとかやってたような。あとピアノ。おお、ピアノ、バドミントンね。うん、あの辺先系かな。うんうんうん、そうね。王道ですか。王道じゃないかも。あんまりでも想像つきますよ。ああ、マーヤさんっぽいなとは思う。うん、私ベジテリアで見た気がする。え、でも小学生カンニングしたウィキあり。ウィキペディア。ああ、でもそれは小学生かわかんない。小学生かわかんないし、でもあ、でもね、女性の憧れる職業かな。じゃあこれかな。あれ、なんて言うんだっけ。
え、なんて言うんだっけ、俺も書き始めて違うんだ。なんだっけな、女の子が、あ、でも今の時代言わないのか、俺ちょっと一昔前かな。うん、行く、行こう、じゃあ行っちゃいます。どっちから行く。はい、はい、もっちどうぞ。はい、女優さん、ケーキ屋さん。なるほどね。あ、だから女性が好きなね。そうですね、なりたい職業、小学生王道じゃないですか、ケーキ屋さんとか。確かにケーキ屋さん多いよね。そうですよね、ケーキ屋さん屋系ね。はい、俺も一緒だわ。おお、ケーキ屋さん、ケーキ屋さん、まあ、またはまたは、あ、やめた。うわー、かわいい。パパのパパと結婚するみたいな。かわいい、かわいいですね。俺は小さい頃はなんか自分がお父さんだったらめちゃくちゃ言ってほしいけどね。パパだ、まあ、そうですね、かわいい。そんなちっちゃくないか、小学生だから。幼稚園ぐらいさ、このでケーキ屋さんかな、俺も。なるほどね、オッケー。どうですか、では出します。はいはい、ドン、キャビンアテンダント。CA さん、確かに女性なりたいですよね、小学校。小学校でもう分かる、キャビンアテンダント。なんかでもスチュワーデス、まあ当時やっぱ旅行みたいな憧れがあって、よくさ駅とかにさ、なんか大阪行きとかいろんなさ、なんかその、ね、旅行誌みたいなのなかった、紙で置いてあって、あ、はい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 、はい、JTB みたいな、ありますありますね、あれめっちゃ持って帰って読み込んでる子供だから、あ、そうだ、景色といろいろ見ていきたいなみたいな。飛行機の人になりたいみたいなの思ってて、やっぱ旅行系の仕事したかったから。でもなんか似合いそうね、そうですね、こうやってやってそうですね。テンションプリーズ、お肉ですか、お魚ですか。めっちゃ笑ってる、いい笑顔、いい笑顔ですよ。はい、キャビンアテンダントか、あ、そうか、悔しいな。でした、なるほど、難しいの、難しいの当てるのね。そうそう、じゃあもっち、じゃあ引いちゃいます。さあ、はい、テレビアニメ金装のベルメイユでのあなたの推しキャラは、かっこ自分のキャラ以外。推しキャラは、これはもうだからもっちのだもんね。はい、あ、なるほど、でもあれでしょう、なかな、あれかな。はい、かけた、早い早い。でもみんなやっぱペン進み早いね。もううちら書き終わっちゃったからね、うん、なんかでもこれ聞いた気もするんだよな。違うかな、書けました。じゃあ私から出そうかな。はいはい、はい、こちらドン、オブシビアン先生。おー、なんかこれ好きだった気がする。あどうかな、私も。おー、言ってた記憶、なんかね、なんかこの、なんかその気になるキャラクターいますかの時に、なんかオブシディアン先生の名前を言ってた気がするんだよね。もうやけに気に入ってた気がする。いろんな、なんかだからオブシディアン先生かな、うん、はい、じゃあ正解は、皆さん正解です。あー、イエーイ、やったー。これは一応全員、もしも2人とも正解してた場合は、モッチは2ポイントが追加されます。すごい、素晴らしい。2ポイント、1ポイント、1ポイント。はい、今のところはモッチが有利じゃない？有利よね。3、1、2か。3、1、2でございます。うん、おー、すごいね。じゃあもう一周しようか。そうですね、じゃあもう一周。じゃあもう一回。あ、はい、じゃあもう一回いきます。はい。これがないと生きていけないというものは何？おー、もの。うわ、わかんないよ。ものか。これ意外とさ、自分でもわからないことがあるよね。そうですね。じゃあ決める？食べ物なのか、そういう必要なものなのか、それにしようか。うん、何がいい？何がパッと出そう？何？食べ物ですかね。はい。モッチーの好きな食べ物か。これがないと食べないと嫌なやつ。え、結構よく食べる、それは。食べます。あ、もうあれですか、固形物とか液体とか絞らなくて食べ物で絞ってほしい。あ、じゃあ絞ろうか。うわ、マジか。じゃあ液体でいいですか。液体、あ、じゃあ飲み物、飲み物でお願いします。今日はどう、飲んできた、それ。今日は若干飲みました。若干ってこと。え、じゃあ待って、俺ら現場入って見た、そのシーン。見てないと思います。家か家で若干飲むもの。そんないっぱいは飲みたくないなっていう。そんないっぱい飲みたくない。うーん、そうですね。なんだろう、何、夏場取った方がいいだろうな。あ、それ、じゃあヤクルトじゃないな。言った、ヤクルトも飲んでます。なんで、あと分かった、
え、違うか。これがないと言ってきた。はい、俺から行くじゃん。はい、お願いします。スポドリ的なやつ。なんか、もち元気だし確かにスポーティーな感じだよね。スポーティーだから、なんかもう補給しますみたいなテンション感かな。ほうほう、なるほど。スポカリ。まあまあまあ、スポドリやな。そうですね、アクエリカ。アクエリカポカリ。もう深いから、もう絆深まりまくり。おお、いいですね。そうですね。確かにそんないっぱい飲み続けるのあれだけど、ちょっと欲しいよね。欲しいんですよね。体調面的にもなんか塩分取った方がいいかなっていうので、これがあった方が生きていけると思います。もち強えな。また2ポイントだよ。すごいね。もち5点、まやさん2点、俺3点。じゃあ次まやさんですね。お願いします。これもちに勝つにはこれは絶対当てないと。自分のやつ当てないとやばいな。よ、ではさあ、3人の中で一番努力家と思う人は誰？これさ、難しくない？絆の前になんか壊れそうじゃない？あ、私のことそう思ってないんだ。努力家ですけど、みたいなさ、なんかさ、そういうのなしにしような。そうそうそう、うん、そうしよう。そんなみんなね、もちろん全員、うん、見せないから、努力家。そうそう、努力家どうかなんて見せないんだからな。努力って見せないんです。そうだよ。これマーヤさんが思うでも点数を稼ぎたいな。3点離れてるんだもんな。じゃ あ、 あれかな。俺あれって信じるわ。じゃあ私もあれって信じますわ。いや違う、待って、違う方向かな。あれだと恥ずかしいな、これもしあれだったら。あのさ、もちさん毎回やるのさ、ヒント答え出しがちなのよ。なんかさ、アベマでもなんか全部言っちゃうよね。そう、なんかこれ、あれだったら恥ずかしいやってさ、もう。じゃあせーの出そうか、じゃあ、うん、出すよ。せーの。もっち、私強強。さあ、さあ正解は緊張の一瞬ですが、はいはい、私が思ったのは、うん、この方です。もっちー。めっちゃ恥ずかしい。全部言うのよ。これあれだと恥ずかしいのよ。もう私じゃん、それ。おもろすぎるでしょ。ダメだ。やばい、やっちまった。また今回はやんないぞと思ったな。よしよしよし。ああ、と前さんが追いつきました、僕と。4点、4点。もっちは6点、うん。なるほど。よし。さあ。最後かな？最後かな。うん、ちょっとふさわしい。私広瀬が朝起きて3番目にすることは、うん、いやだよ。知らない、プライベートのこと聞くのだから。本当知ってたら怖いですね。知らないよ。なんか俺だけ鬼プライベートだ。ついついやってしまう癖とか。そんなに知らないよ。知ってても怖いし、ねえ、な、何を3番目。でも俺別に特殊な、ね、ちょっと思い出そう。なんだろうな。え、起きるっていう動作が1番目ですか？起きてからですか？朝起きてか。起きて、起きて、で1番目、2番目、3番目。じゃあ目覚まし止めて、起きました、はい、そこから俺が何するか。なるほど、OK。 また1個目は、まあ、まずあれでしょ。うん、あれなのよ、多分あれはみんな似てると思う。うん、多分そうだと思う、まあ、人間の生理的な話、うん、あれ、あれからのあれ。うん、3番目だからってことは、あれの後だからあれだ。どっち先だよ。でもこれは分かるんちゃうか。うん、いや今の俺もう、今の俺もじゃないか、なんて言うんだろう。これは人によって違うかもしれない。確かに順番違うよね。順番もそうだし、うん、どうだろう、どうだろうな。2人は分かるんかもしれない。分かるかもしれない。わかりました。そういうふうに言われたら、2人は分かりそうな気がする。これかな。でも全員がここにいる、今安田さんもいますけど、全員がこれをやるかどうかわからないかも。朝そんな違うことやるかな。 OK、 じゃあ出していいですか。いきましょうか、はい、じゃあうちだ。これ、ドン。歯を磨く。あ、まあまあ、イメージ的にはカーテン開ける、顔を洗う、歯を磨くで3個目。なるほど、なるほど、うん、そうだね、もう、モーニングルーティーン、めちゃめちゃ健康的。もちは
声出しですかね。え、声出し。なんだ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 。ひろせくん三個目で声出し。ストック？そう、お前そんなストイックなことするかな俺。朝起きてか手上げて。そっか、二人ならするってそういうことか。確かにね、みんなはしないかもしれないね。3番目じゃ早いかな。そうね、早い。なかなか早い。ちょっと、もうちょっといろいろ経てから声出しかな。こういうのあるよ、発表だもんね。まだね。まず磨いてからだしね。そっか。俺はこれ。コンタクト。あなるほど。俺も朝起きて、トイレ行って、そのまま手洗う流れで洗面所に行く。はい。で、こうバーって、あ、手洗うなっちゃうか、そしたら。トイレに行く。まあ、トイレに行って、その後、こう、コンタクト、見えないから、まず。はいはいはい。で、コンタクトをつけるの。へぇー。あ、そうですよね。そうだね。そう、見えなくて。あー、そっか。こう、顔洗うにもね、メガネが取んないといけないから、やっぱ、とりあえずコンタクト先。なるほどね。当たりませんでした、と。はい、ということで、ポイントをおさらいしていきますと、私、広瀬4ポイント。うん。そして、まやさん4ポイントで同点。そして、もちは6ポイントで、もちの優勝。おめでとう。ありがとうございます。お肉、お肉。ちょっと確かにね、もち強かったな。強かった。そうですね。2個当てたもんね。すごかった。私が一番面白かったよね。私。はい、ということでさ。そうだそうだ。お？これよこれ。やばいよね。このフリップがってことじゃないよね。いらないいらないいらない。これがプレゼント？そう、これ本当にあるんですか？はい。おお。今ある。今ある。本当にあるらしいので、じゃあ。後ほどお肉が届きます。ね、でも3人前だから1人1人前で分け合いっこにしますか？やばしい。やばい。いいの。じゃあみんなで焼肉パーティーをするということで、とりあえずもっちおめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで以上遊戯のベルメイユのコーナーでした。続いては告知のベルメイユのコーナーです。最終回ですが、9月20日火曜日に ATX 東京 MX BS11 にてテレビ放送となります。サンテレビは翌21日となります。配信ではアベマにて地上波同時で最終話を配信。その他のサイトでも9月24日土曜日24時以降ですね、順次配信予定となりますので、皆さんぜひ最終話をご覧ください。お願いします。はい、続いてはブルーレイ情報です。11月9日に本作のブルーレイボックスが発売いたします。初回特典は原作梅津陽子先生書き下ろし三方瀬ボックスに、原作天名幸太先生新規書き下ろしショートストーリーを収録したブックレットが付きます。ジャケットは新規書き下ろしとなります。また我々3人でコメンタリーも行います。詳しい詳細は公式サイトをチェックしてください。続きまして原作情報です。原作天名幸太先生、作画梅津陽子先生が描く金層のベルメイユ崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進むは、月刊少年ガンガンにて大好評連載中。原作最新第6巻も大好評発売中です。続いては主題歌音楽情報です。石原香織さんが担当されるオープニング主題歌アブラカタブー、ミリーさんが担当されるエンディング主題歌モータルウィズユーは、絶賛発売そして配信中でございます。また9月21日にですね、オリジナルサウンドトラックも発売となります。詳細はアニメ公式サイト、石原香織公式サイト、ミリー公式サイト、それぞれをご確認ください。はい、続きまして商品情報です。なんとベルメイのフィギュア化が決定いたしました。やー、ベルメイさん一体物、詳しい情報は公式ホームページなどをご確認ください。そして特別ウェブ番組の配信開始を記念してプレゼントキャンペーンを開催いたします、うん、テレビアニメ金層のベルメイユ公式ツイッターをフォロー&該当ツイートをリツイートしてくれた方の中から抽選でリリアの脱ぎ立て下着風メガネ拭きを5名様にプレゼント、詳細はすごい、ね、アニメ公式ツイッター公式サイトをご確認ください。こんなになんか何回も言いたくなるようなさある？ねえ、
メガネ拭き、うん、5名様に。これ素晴らしいよ。私もリツイートします。これゲットしたら俺多分朝起きて3番目の仕事変わるもん。そうです、ね、まずメガネを拭くところメガネを拭きたいね。順序が変わりますから、うん、これちょっとぜひね皆さんゲットしていただきたいですね。はい、お願いします。はということでお送りしてまいりました、うん、オリティギア魔法学院秘密の放課後勉強会3限目いかがだったでしょうか。今回一旦最終回ですけども、いや本当ね、この番組めちゃめちゃ楽しかったからさ、めっちゃ楽しかったですね。すごい終わるのが寂しいというか、うん、なんかまだ魔法も出せるようになってないのに。確かにそうなんですよ、ね、全然まだ召喚できてないもんね。まだね、こうやって集まれる機会があったらいいなと思いますですね。そして、お話的にも最終話ですけども、ね、最後ありますか、見どころなんか。いや最終話はやっぱここまで駆け抜けてきた、うん、このストーリーの中で、うん、まあ、ベルメイト、アルト君と、うん、どんな選択をして、うん、どんな風に成長したかっていうのがもうしっかり描かれておりますので、うん、どんな方もここまで見てくれた方は満足していただけると思います、うん、ぜひね金層のベルメイユの最後までご覧ください。はい、うん、もちはいかがでしたか。まず、はい、この放課後勉強会ね、いろいろね、いろいろ初めてみたいなのも、ね、ね、あったけども、こんなに私あの心許せて喋るんだっていうか、うん、こんなベラベラと喋るんだなみたいな新たな発見というか嬉しそうで何より , 笑顔が多くて何より、ね、本当、うん、私の新たな一面を自分で知れたなって思いますね。自分も知れた番組だった、ね、いやお二人がいたから本当にアフレコだけじゃなくてこういう番組とかもすごく楽しくできて、いやもうベルメイユさんには感謝しかないです。ありがとうございます。はい、じゃあ最後最終回の、ね、はい、直前ですけども、うん、最終回ですね、それぞれのキャラクターの成長を本当に見ていただきたくて、うんうん、もうベルメイユさん可愛いですよね、うん、アルト君もめちゃくちゃかっこよくて、うん、なんかもうバトルもの王道ファンタジーですけど、うん、ドキドキしちゃうんですよね。本当ね、あーってなっちゃうっていうか、もうぜひ見ていただきたいなと思います。はい、もうね2人がいろいろ言ってくれたので、いやいやでも本当楽しかったんですけど ね、ちょっといろいろこうまあイベント含めね、こうアベマさんでもやらせてもらったりとか、我々、うん、3人でいろいろできたので、うん、なんかいつかねこうキャストももっとみんなでね揃って、うん、なんかみんなの前でできる機会があったらいいななんて、そういうのを妄想しながらね、うんうんうん、待っておりますので、皆さんもぜひこの動画を何回も見てね盛り上げてくださればと思います、はい、そして最終回も直前ですので、こう最後まで見てもう見守ってほしいですね。アルト、ベルメ、リリア、うん、そして物語がどう、こう結末を迎えていくのかというところをね、うん、ぜひ皆さんリアタイで見ていただければと思います。はい、はい、というところで今回はここまでで、一旦ね一旦ですよ、最後ですけども、はい、またどこかでお会いできることを楽しみにしております。はい、今回のお相手はアルトゴールドフィールド役の広瀬優也と、ベルメイ役の内田真彩と、リリア・クーデルフェイト役の倉持若菜でした。はい、また別の機会があれば、はい、そして、アニメの最終話みんなで盛り上がっていきましょう。イエーイ、バイバイ、見てねー。